はいどうも皆さんこんにちは、キリュウゲームライフのリュウケンです。さあ今回はバイオハザードリベレーションズやっていきましょう。前回の続きからになります。いきましょう。なるほど。お、始まりました。状況は把握した。私も君らが発見したセキュリティートークンは墜落機のものだと考える。代表、ジルとパーカーからの連絡は？いや、ないままだ。海上からの捜査を続行中だが、依然船の位置は不明だ。そりゃまずい状況だな。無事だといいんだが。ああ、これ以上の時間経過は命に関わる。我々には手がかりが必要だ。君らも墜落現場で端末を探し、ベルトロの作戦情報を洗ってくれ。もしかしてまたこの人たちをやることになるのかな。急ぐぜ。我々の新展開が事件の鍵を握ってますよ、グラインダー。グラインダーって名前なのかな、本当に。やっぱりこの人たちだ。こんな時間でも意外に明るいな。さすが北欧、これが白夜ね。白夜、かっこいいね。さあ行きましょうか。 BOW、 お早いね。展開予測通りですよ、グラインダー。早い早い。狼だし、頭割れないけど。うらうら。まあでもこれぐらいだったらね、全然余裕だわ。うん、特にね、難なく行けそうだ。それにしてもね、ジルとパーカーがね、水にね、使っててさ、溺れかけてたじゃない。あれがすごい気になるんだよね。グラインダー、私は端末調査に直行します。直行する？こいつらの始末は頼みましたよ。マジ？おい、ベント。あいつ、機械まっしぐらかよ。機械まっしぐらかよ。本当だよ。なんなんだよ、仲間を置いてってさ。本当ひでえやつだわ。どういうこと、あいつ。てかどこ行った？先いる？この人背中になんかナイフみたいなの持ってんのか。グラインダーまだですか？じらさないでください。なんだあいつ。じらさないでください。いや、じらしてるのは君だぞ。あ、ここか。おい、遊んでる場合か。え、もしかしてこれ。違います。いや、なんだろう、いきなり衝撃が。何？は？だから殴られたんです。ポルタガイソ？見えない何かがいます。確かです。マジか。おっと。ハンター。ハンター。消えやがった。おっと。監視映像の謎が判明しましたね。透明化して死んだハンター。それこそがポルタガイストの正体。なるほど。解説どう思う？にしてもついてね。にしてもついてね。本当だよ。てかどこ足元見るしかないか。残りはあと。見えねえ。見えないからわかりません。ついてねえ。ついてねえ。ついてねえな。何体いたんだ？ 3 体ぐらいいたよね、確か。ついた。よいしょ。痛い。ハーブー。てか、やばい。弾がねえな。そういう時は武器を変えるしかない。ちょっと待って。このショットガンで撃ち抜け。うらうら。ヘッドショットがね、狙えなくて下手くそなんですが。よっしゃ。ほら。ちょっと待って、全然当たんねえ。まずいな。グラインダー、頑張って。ちょっと待って。あ、お、ナイフ、この人これなんだ。お、かっこいいじゃん。こっちの方が強そう。オッケー。うら。オッケー。討伐完了。よっしゃ。ちょっとハーブくれね。気配がなくなったな。気配がなくなった。とにかく新手が来ないうちに輸送機の端末を起動しましょう。端末起動する。どこだ。あ、奥か。一番奥のところに確かね、端末あったと思うんで。やばい。ハーブ、ショットガンの弾、ハーブが欲しいな。ハーブ、これか。うえ、よっしゃー。で、ここか。どこ行けんだ。あ、これか。セキュリティートークンを使った。これで起動可能だな。あとは、おい、クエント、出番だぜ。出番だぜ。通信記録はない。ならば別の手を尽くすのみ。通信記録なし。楽勝か。端末の前だ、威勢がいいな。ジェシカちゃんの前とは大違いっと。グラインダー！なんだよ。代表に即時連絡です。こちら本部、
オブライエンだ。どうした？こちらジャッカス。船の位置を捕捉。即時座標を転送します。よくやった。吉報に感謝する。おお。さすがだな。一瞬で座標をつかむとは。いや、予定航路と経過時間から位置は計算できるが、それにはかなり時間がかかる。だから、さすがだって。ではなくて、私はその計算をしていないのです。どういうこと？彼らもカノフネを捜索中だったようで。はあ。一体何の話をしてるんだよ。つまりベルトロがベルトロのアジトを逃げ出して、ベルトロの船を捜索って話か？トンチが必要ですね。どれが本物なのか、いや、すべてが偽なのか。うん。だったら、俺たちはどこの誰と戦ってるっつんだよ。まさしく、その正体こそ掛け合わせたパズルのピースなのです。なるほど。どういうことだ？こちらクリス、座標を確認した。近いわ。すぐ迎える距離よ。オブライエン、これから現場へ向かう。これでクリスたちが来てくれるのか？果たして。いや、早いな、相変わらず。あれだよね、あのグラインダーとクエント、あの二人がいるとめちゃめちゃ早くない？てか、エピソード5終わり？そういうことですか。早いね。まあね、いつも通り、ね、早すぎるので、うん。もう一回行きましょう、次。はい、エピソード6。サーチ&リサーチ？かな？地中海上。海ですね。さあ来ました、クイーンオブゼノビア。あ、来てる。クリスとジェシカ到着じゃないか。早いな到着。二人はどこに？わからない。ともかく捜索開始だ。おい、ということでクリスを捜査することに。いいですね。え、っていうか、ジェシカさん、なんちゅう格好してるんですか、あなたは。右足どこ行った？ちょっとやばいですね。寒くない？大丈夫？まあ気にしないで行きましょう。ていうか、どっからだこれ。どうやって二人を探し出す気？考えている暇はない。しらみつぶしだ。しらみつぶし。また？さあ、とりあえず捜索しましょうか。なんか BGM がすげえ焦らせてくるんですけど、これは一体。カードリーダーについた金庫。カードリーダー毎回なんか見かけるけど、全然開けられないんだよね。毎回毎回。ハンドガンゲット。先にベルトロと遭遇したりして。ベルトロと遭遇してたりして。奴らが出るなら捕まえ、行方を聞くだけだ。これはさっきの道か。あ、こっち道あるじゃん。ここは？開かない。ここは開かない。エレベーター乗ってください。行きましょう。うん、なんか BGM がね、ほんと焦ってくるね。一気になんかバトルしまくるみたいな感じかな。あまりね、ホラー要素っていうか怖い感じはしないね。え、これ開くのかい。あ、ここに繋がるのか。あ、なるほど、そういうことか。危ない危ない危ない。ウイルスあるのか。危ないよ君たち。遠い。ここか。あれだよね、なんだっけ、あの通信兵長がいたところだ。てか、ちょっと待って、何やってんの。あー、てかダメだな、戦ってるだけ無駄だな、なんか無駄だな。ちょっと待った、やめろ。こんにゃろこんにゃろ。うわうわ、ちょっと待って、強い。クリスさん大丈夫？立ち上がって、逃げるよ。うわ、ちょっと待て、なんだこいつらマジで、しつこいぞ。逃げる俺は一旦。何なのよこの船は。何なのよこの船は。パーカー、二人とも無事でいろよ。まあ二人とも今やばいからね、今めっちゃ水でこう攻められてるんで。うわー、これ待つのか、また投げんだこれ。じゃあカット。こちらジャッカス。はい、と、ジャッカス君。ねえ、パーカーたちの居場所、目星とかつかないの？ジェシカちゃん。うわ。お任せを。船の現状況から。はいはい。動力システムに何らかの問題が生じていると。動力システム。二人が心臓部のある船底に向かった降参は大きいかと。
可能性はあるな。船底に急ごう。なるほど、船底に急ぐということで、どう行くんだっけ。こっちからか。こっちから確かね、そうだ、あのレイチェルの場所に行けるんだよ。あ、そうそうそう、思い出した思い出した。こっちからだ、こっちから。オッケー、ダッシュ。そう、このカジノエリアを飛び越えて、あ、ハーブ落ちてる。なんかやばい、やばい奴ら来た。嘘、いや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 、無理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 、俺は逃げるよ。悪いけど逃げるよ。だってあかね、マジでこいつらを相手に、マジで2匹で、しかも、あー厳しい、あー厳しい、どいて。先に行きたいな。あいつら相手はしきれないでしょう。ハーブゲット。これは王冠、え、槍、槍だって。手榴弾、ちょっと待った、これは手榴弾をね、うわやばい、ちょっと待った、厳しい、待って、あー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 、ちょっとダメだこれ、ダメだこれ、どうした、ちょっと待って、なんだ、何が起きてるか全然わからん、何が起きてるかわからん、ちょっと待って、何が起きてる、おい、ちょっと待って、画面がやばいってこれ、待って、おかしいだろ、おかしいだろこれ、ちょっと待って、おい、逃げられねえ、マジで、ジェシカ、こっち。まあ今のはね、だいぶね、まあ無理かな、蹴り入れたい、やばい、蹴り入れる前に俺が殺される、は、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これはないよ。これを回収して切り替えて投げる、いけいけいけ、よっしゃ、お、いった、やった。あ、そして槍の鍵ゲット。うわ、もしかして手榴弾一発で死んだとか、あいつら。そんなことないよね、あんなに強かった兵士を普通に倒したわ。ベルトロはこの船のウイルスをばらまく機、ばらまく機ですね。だがなぜ船内でバイオハザード、ジルとパーカーもここで化け物たちに襲われたのかもしれない。化け物めっちゃ今目の前にいますよ。ちょっと待って、なんかやばくないか、あいつ。てか弾なくないか。あ、そういうことか、あいつ攻撃しまくると爆発するタイプか。とりあえずやばいぞ、いっぱいいるな敵、この野郎、危ねえ、痛い。で、あいつがいる、気持ち悪いやつがいる。先にこいつを早く処理して、これやばいって、絶対近くに行くと爆発する、逃げる、いないね、いるね、どういうこと、やばいってこれは、危ない。あ、この爆発は敵にも効くみたいですね。じゃ、邪魔くさいな、とりあえず殲滅できたか、オッケーっぽいな。よっしゃ、じゃあ先行きましょう。よし、上行って。なんか全然知らないルートだな、これ。あー、またか。ほら。あー、危ない。また来るか？今度はいない。よし、降りるよ。行けよ。お、ここか。ここに繋がるのか。はい、オッケーオッケー。こっちから入れるかな。じゃあ起動するぜ。ほら、あれ？これか。よいしょ。オッケー。お、出た。これこれ。これやばいね。誰かいないのか。これはやばい。パーカーすげえね、あの人間味あふれてるね。さて、っていうか私にここまで手をかけさせるなんて、パーカーのやつ助け出したら絶対怒らせてやるわ。あれ動いてるこれ。あ、こっからでいいのか。オッケー。さて、どこだ。ここは開かない。こっちか。じゃあさっき向こう側はね、開いてなかったんで、
あー思い出してきた、ここそうだね。でこっちか、でこっち開けて、でこっちか、誰かいる、いない、 OK。 確かね、水浸しなエリアがねあったと思うんで、あこれか、動力システムに異常発生、あやばい奴らがいる、至急動力室を確認してください。これやばい奴らいるね、反応がない。あそこはとりあえず、手榴弾でもねぶっ込んで一発で終わらせよう。それいけ、どうだ、聞いてね、ここにあるお前たちもだ、いけ、よっしゃ、オッケー、これでね、じゃあ先進めばいいってことかな。早くね、ジルとパーカー助けてあげないと。やばいですから!おい!接近戦だ、お前は。遠距離型だったら、この野郎。はい、オッケー。やばい。くそ、多すぎる。スキル、くれ!くれ!よっしゃ!すげえ、いっぱいいるな。ちょっと待って、マジで多すぎる。マシンガン、うわ、いきなりやばいって、これもうね、突っ切るって言ったんで、ちょっと待って、俺も突っ切っていくよ、動かないようだ。あここはあれか、あ思い出した、邪魔、ここ歯車あった場所だ、歯車。オッケー、突っ切るよ、シカトしていくよ。ジェシカなんかやばそうだけど、シカトしていくよ。ちょっと待って、こいつやばすぎっしょ、あいつ。なんなんだ、あいつは、本当に。爆弾野郎。多すぎでしょ、ちょっとさすがにね。痛いよ。あ、思い出した。これ、あ、ここ、そっか、水浸しになってたのが、なくなったんだ。開かないだって。そんな、バカだ。痛い。あー、てか、どうした?クリス、すぐそうなる。よいしょ、ちょっと待って、これやばい、敵多すぎ、マジで痛いし、やばい、もうスルーしていくしかない。よし、急いでるよ。あれここか、あれここも空っぽね。ここって確か水浸しだった気が。ジル、一体何が起きているんだ、クイーンゼノビア。はい、リザルト入りましたね。いやなんか今回はなんかね、ほんと急ぎ足っていう感じだったね。なるほどって感じだわ。さて、ジルとパーカーはね、どこへ消えてしまったのかといったところですね。はい。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。